はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はサクチャレ特攻キャラ狙い撃ちガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。まあ別にね、この特攻キャラが欲しいっていう目的で引くわけではないんですけど、っていうかさ、ここのさバナーキャラがさ特攻っていうところで考えたらさ、大したキャラじゃないよね。だってユニフォーム、騎馬、妹以外全員特攻1じゃないですか。でさらにユニフォーム、騎馬も、入れるかって言われたらね、ちょっと微妙なところがあるんで、これを引いてよし今回のサクチャレいけるぜみたいなガチャにはちょっとなってないですね。で一応40連で PSR が、もらえるようになってるんで、引いていきますという感じですね。最大の目的は一応紫藤さんがピックアップされてるんで、いずれ来るであろう別バージョン、エプロン紫藤さんの解放用にちょっと紫藤さんをかき集めていきたいというところに、なります。40連で PSR が出ることになってますので、40連まで引いていきます。ちなみにこの中でいくと伊能くんは持ってないですね。伊能くん持ってなくて、騎馬妹はもう、プラゴになってるんで、PSR が出れば解放用に、ぶっ込んでいくかなというところですね。そんな感じで、タンガチャを引く余裕はあるんで、PR なんでタンガチャから引いていきましょう。仮にね、紫藤さんの PSR が出た時に、エプロン紫藤さんの PSR を手に入れるっていうのは相当難しいと思うんで、要は上位用のものを下位にぶっ込むかっていうことですね。バージョン違いでも、PSR を SR にぶっ込めば 100% になるはずなんで、それは紫藤さんの PSR が出た時の話なんで、40連までやっていきましょう。初回の10連のところからSR は確定してますね。小平くんか。小平くんはもうちょっとプラゴが1体いるからね。プラゴをこう集めて PSR 用に備えていくかって言われたら、そういうキャラじゃないんで、もうミキサーに、ぶっ込みます。ちょっとね、そろそろミキサー祭りも来てほしいんだよね。ボックスがね、圧迫されつつあるんで、ちょっとミキサー祭りでだいぶ放出したいっていう気持ちはあるんですけど、20連目いきます。ここからバナーキャラが来るのかな。こっち引くんだったらね、ちょっと残ってる大谷くんガチャもね悩んだんですけど、PSR が出るって言ってるんで、せっかくだから引いていきましょう。騎馬妹騎馬妹もういいよ。紫藤さんよし確保。とりあえず紫藤さんの SR1 個確保。紫藤さんの PR も出てるし、いいかな。で、次が30連目、ここもバナーですね。ちょっと虹が来てるね。キラーンはない。毎回言ってるね毎回言ってる。キラーンなし。また騎馬妹か。あれ、フルナガって俺今いくつだったっけ。さあプラゴまで行ったんだっけな。なんかちょっとわかんないわ。なんか下の段がひどいな下の段がちょっとひどいっすね。じゃあ次が、40連目になりますので、ここは PSR が1枚確定ですね。バナーから。もうなんかね、これだーっていうワクワク感的なのは今のところないっす。もうなんか誰が出てもいいやみたいな。伊能くんか。伊能くんそもそも SR 持ってないからね。使うとすれば普通に PSR40 で使っていきますかおい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 、お前が一緒についてくんのか。矢部田さん PSR2 個とか。矢部田さんはでもそろそろ PSR ミキサーガチャもできそうな気がするんだよね。この前なんか桜の宮とか出てたかんね。あれはガチャ券使った時かで PSR1、個突っ込めるくらいのミキサーはあるかな。ちょっと見てみよう。突っ込む用としては、三本松とかね、突っ込んでもいいよね。で桜の宮でしょ、
トとかもな、どうなんだろうな、一応覚醒対象キャラみたいな感じにはなってるけど、で葵ちゃんもね別に PSR が欲しいかって言われたらそうじゃないんで、まあちょっとミキサー祭りが来た時にPSR ミキサーするか考えましょう。今やるのはちょっともったいないんで。であと一応今回のね、作茶での状況なんですけれども、まああんまりやってないんでそんな高得点が出たってわけではないんですけど、デッキは前回やった、思想のあの浴衣を中心にして組んでます。でポイントとしては8000いくつかな、8900とか9000は届かなかったんですけど、まあ、9000弱といったところが出て、スコア的には3万3000ですね。だからまあ最終的な目的としてはまあ1000に入れればいいかな、まあもしかしたら2000以内に落ちちゃうかもしれないんですけど、一応1000を目的として、まだポイント自体は上げられるんで。とあと新キャラのね、ミッキーバーミリオン、ちょっと元ネタが何だか分かんないですけど、何のパワープロに出てたのか分かんないんですけれども、まあ、普通に SR は1枚もらえるんで、デッキがね今回すごい特殊なんですよ。デッキじゃねえや、テーブルがねすごい特殊なんですよね。こうやって見てった時に、あーやっぱ40固有かみたいなのはちょっと思ったんですけど、あれなんかランが狭くないみたいなところで思ったら、39でね1つ解放して、で40で固有がついて、さらに41でもねあのなんか1個ついて、43でもついて45になるっていうところになってるんで、こう1解放するごとに何か、ボーナスがね、つくっていう新しい、テーブルになってます。こういうのはね結構いいよね、解放するたびにこうなんか恩恵が受けられるっていうの。37は恩恵があるのか、だから40から45にするのはさ、40の次って通常45じゃないですか、ね、ここが結構大変なんだよね。でそれが41でもなんか初期評価つくし、43でもタッグが 10% アップするし、で45になると敏捷ボーナスになるんで、まあ、このキャラは走塁のキャラで、まだ1回も使ったことないんですけど、なんだっけトリックスターとかだっけ金徳が。でこっちの方が盗塁と走塁、まあ、ヘッサラは直撮りするんで、まあ、盗塁と走塁の、うん、そうだね、なんか石化ベースラン用キャラでもな、石化ベースランをやろうとすると走塁キャラ3人入れなきゃいけないからね、それはそれでなんか経験点が偏りそうな気はするけど、ちょっとまだ1回も使ってないんで、まあ、できればね、まあ、40で固有を解放して、まあ、固有を解放するっていう感じではないんですけど、まあ、一応40あたりまで上げて使っていきたいっていうところはありますので、35で使うとどうなんだろうね、タックがね、ワンタックじゃん、ワンタックっていうか得意練習2種類持ってるわけじゃないんで、 60% でやる気もついてないんだよね、やる気25っていうのは相当火力不足になると思うんで、まあ、できればそうだね、やっぱ40だね、40にして最低でも使っていきたいと思いますので、まあちょっとこいつを使ってのサクセスは、少し後になるかなというところですね。まあ一応そんな感じで、今回はこれで終了したいと思います。まあ作者でね、まあミッキーバーミリオン、うん、どんなキャラなのか、すげえ欲しいかって言われたらなんかちょっとねそうでもないところがあるんで、まあ、行けるところまで行けばいいかなというところで自分は、進めていきたいと思います。まあ、皆さんも、頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。